ゴルフ道場加藤パーシモン加藤です。今日はですね、ワイルドダックカントリークラブで、ラウンドレッスンをしていたので、ワイルドダックカントリークラブをご紹介します。こちらのワイルドダックカントリークラブは、千葉県と茨城県の県境にあります利根川のですね、中洲にあります。河川敷ではなく中洲なので、台風などで水没することはないです。でここのワイルドダックカントリークラブなんですけど、今 JGTO の選手会長をやっております、石川遼プロのプロデビューコースでもあります。まあ、レギュラーツアーではなかったんですが、G1 トーナメントだったかな、そのような名前の、試合で石川遼プロが、このコースで、プロデビューしたコースです。コースの特徴はですね、利根川の中洲にあるので、フラットです。アップダウンはありません。で OB はですねコースの外周のみ、コースの中にあるのは、クリークと池のみで、OB はコースの外側しかないです。距離はですね、まあ、ブルーティーチャンピオンティーは、まあ、メンバーさんいないとやらせてもらえないんですけど、ブルーティーで、何ヤードだったかな、6700-800ヤードぐらいかな。で、ここはですねグリーン周りがちょっとティフトンが混じっているのでアプローチが結構いやらしいですね。はい。で料金も、今の時期で食事込みで、まあ、5000とか5500円ぐらいなので、非常にこちらも前回ご紹介した習志野カントリークコース、と同様にですね、非常にリーズナブルなコースです。でこちらの方が、フラットなので、初心者の方でも、楽しめるコースとなっております。であと昨日のですね習志野カントリー空港コース、皆さんにお話ししておこうと思って忘れてしまったんですが、カラスがですね非常に手癖の悪いカラスが多くてですね、ビニール袋とか入れとくと必ず持っていかれるので、気をつけた方がいいです。まあ、どこのコースでも、結構カラス多いのでね、小腹が空いた時の食料など持って行った時にはカラスに持っていかれないようにですね、気をつけた方がいいかと思います。それでは今日は、ワイルドダックカントリークラブ簡単ですがご紹介させていただきました。それでは、また明日配信します。明日は何になるかな。ゴルフ道場加藤 YouTube チャンネルよろしくお願いします。